はい、皆様どうも、ゆきおでございます。本日はですね、ある企画を動画でやろうと思っておりまして、ゴールデンウィークなので、結構ね、皆さんが見てくれるようなね、キャッチーな動画を作ろうかなと、思っていたんですけど、もうせっかくだから、自分の好きなことをやろうと思って、めちゃめちゃマニアックな企画考えました。本当にワイン好きな方でも、何そんなことやんのっていうような企画を考えて、で考えてなんかいろいろ考えてるうち、俺超ワクワクしちゃって、めっちゃ楽しみになっちゃって、早くやりたいの、その企画。なので、ちょっとゴールデンウィーク企画ということで、紹介していいですか？紹介って言ってもなんだけど。ゆきおとワイン。というわけで、目の前に、8本並んでおります、ワインが。ゆきおとワインの購入品紹介を、やってて、その中でももう、買ったワインが入ってるんだけど、もしそこでちょっとお気づきの方いたら、すごいなと思うんだけど、結構そのね、この同じようなブドウ品種を買ってたよ、最近。なぜかっていうと、この企画をやりたかったんです。ということで、目の前にあるこのワインは全部ブルゴーニュの白ワインです。しかもブドウ品種は全部アリゴテっていうブドウです、すべて。でもう本当さ、こんなの誰が見たいのっていうような企画なんだけど、これからこのアリゴテを全部飲むんですけど、これからっていうか1日は飲まないけど、4回に分けてやろうと思ってます。なので8本のワインを4回に分けるので、1回の動画の中で2種類飲んで、それを飲み比べていくって感じで、もう4回やって、もう全部のアリゴテを飲んで、もうアリゴテを知ろうと思って、もともとアリゴテってブドウ品種好きだったんだけど、そんなにねめちゃめちゃ飲む機会があるわけではなかったから、もうこの際なんかもう知ろうと思って、で知ろうと思って調べてたら余計愛着湧いてきちゃって、なんで最初は本当少しやろうかなと思ったんだけど、なんかもうどんどん増やしていっちゃって、いっぱいやった方がいいやと思って、分かるやと思って、で比較していこうと思って、なので、この8本をゴールデンウィーク中に全部飲みます。飲めんのか、本当に飲めんのかな。そういった比較して飲んでいくっていう動画を4本撮ろうと思ってるので、どう、これみんな興味ある？俺だけテンション上がってない？はい、一応軽く、紹介していきますね、一応ね、紹介動画という感じでね。はい、もう本当に1回目、2回目、3回目、4回目これも決めちゃってるので、一応予告編ということでやっておきます。第1回目やろうとしているのはこちらのローランパタイユとシルバンパタイユ、これは兄弟の生産者ね、マルサネっていう村の兄弟の生産者のブルゴーニュアリゴテを飲み比べます。はい、で第2回目が、こちら、ピエール・モレっていう生産者と、エマニュエル・ルジェエマニュエル・ルジェ言えてない、エマニュエル・ルジェっていう生産者のブルゴーニュアリゴテを飲み比べます。これは一応ピエール・モレの方が、ムルソーっていう村でコートロ・ボーヌっていう地区で、でエマニュエル・ルジェが、ボーヌ・ロマネ周辺なので、コートロ・ニュイっていう方で、一応ブルゴーニュの中でも少しニュイとボーヌっていう地域が分かれてるので、一応それを飲み比べ、生産者は違うので、その生産者の個性は出ると思うんだけど、そのボーニュ・ニュイの飲み比べという感じで、こっち側がこちらルイジャドっていう生産者、超有名なルイジャドっていう生産者と、あとはこちらの、ドメン・ジャクソンっていう生産者のブーズロンっていうね、ブーズロンっていう村があるんだけど、ブーズロンっていう村はアリゴテを 100% 使った白ワインが作られる村なのね。でそのブーズロン、一応アリゴテに特化している村だから、こちらのブルゴーニュアリゴテよりも、より村としての格があるアリゴテなので、一応少しワンランク上っていう感覚にはなるんだけど、まだ生産者によってはもちろん全然作り方違うから、のブーズロンの2種類をまず飲み比べます、こちらで。はい、で最後にこれはまだブーズロン、どっちも、今度はアーペ・ヴィレーヌっていう生産者と、
ラモネ、ね、のこの、まあ、ラモネってもうねまあ知ってる人は知ってるかもしれないけど、ラモネのブーズもがあるので、まあ、この2種類を飲み比べます。なのでこの4回でお送りしたいと思っております。さあどう、ワクワクするっしょ本当大丈夫かなと思ってるの、自分の中でもね、自分の中でもこの曲大丈夫かなと思ってるんだけど、もうね、やろうって決めちゃってやりたくなっちゃって、もう絶対やるよっていうなっちゃってるから、超ワクワクしてるから、いや楽しみすぎるよこれ飲み比べマジで、うん、あ、でしかもどんどんなくなるからね。しかも一応全部ヴィンテージは揃えてるんだよ、うん、2014年それぞれヴィンテージも揃えてます。なのでまあ本当に2014年から17年まで のそれぞれのヴィンテージも揃ってるので、まあそういったちょっと年は同じにして比較しようとは思ってるので、そういった感じ、こんなことやる人いないよね多分ねまあまあまあいいかなっつって、うん、はい、そういう感じでございますねいや、よく揃えたなと思うよ本当にうん、ということで、まあ、こういったゴールデンウィーク特別企画、果たして誰が見るのかというね、うん、でももう やります、はい、めちゃめちゃもう楽しみなんで、もうほんと早く飲みたくてしょうがないんですよ。いやー楽しみはい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。まあこれからやる企画のちょっと説明動画っていう感じになったね。でまあこのこういうふうに揃えてみるっていうのがちょっと揃えたの初めてだったからさ、もうすごいもう感動してるもんこの8種類。もう後ろからしか見てないけどまだ感動してるもん俺なんか。ということでございます。ぜひ楽しみにしておいてください。面白い動画になると思います。本当ワイン好きな人でも多分 またさらにピンポイントだよね、アリゴで好きとか興味あるって言ったら多分、はい、でもよかったら見ていただけると嬉しいでございます。はい、ということで本日はこの辺でございます。本当ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきえでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。